田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。本日はですね、おすすめのウォームアップ方法というのを2つご紹介したいと思います。まず一つはですね、これ結構いろんなところで紹介されている方法かなと思うんですけど、ライブ前とかですね、あんまりこう楽屋で音が出せないとか、練習パッドとかでパタパタやったとしても、そのパタパタはもうちょっとうるさいっていう時に、ウォームアップ、ちょっと手の動きとかを良くしたいっていう、まあ、このグーパーとかもあるんですけど、今回はスティックを使った方法をご紹介したいと思います。まあ、聞いたことある人もいるかと思うんですけど、ドラムスティック大抵こんな感じで持ってるんですけど、これをですね、スルスルスルーっと動かして、この先っぽのあたりを持つんですね。で、この状態で普段と同じように叩くんですね。叩く動きをするんですね。そうするとどうなるかっていうと、スティックのこの後ろの部分がここに当たるんですね。こうやってこの当たった感触をスティックがドラムに当たった感触と仮定して叩くというウォームアップ方法なんですね。ただ一つここで僕が改良点を入れているのはですね、この先っぽってスティック大体細くなってるじゃないですか。ってことはこう細いとこ握ってるっていうのは普段と状況が違うわけなんですよね。なのでだったらこれを逆さまにすればいいじゃんということで、逆さまに持ってそのグリップエンドのところを持ってここを叩くというこれですね方法。これだとかなり音量が抑えられるのでおすすめです。ただまあ注意点としてはやっぱりこの普通にスティックを振るとこの長さがある分遠心力っていうのがかかるんですね。向こうに向かって遠心力あるし、やっぱこう当たった時のリバウンドっていうのもこれ強いんですよ。それに対してこれだと遠心力、こっちには長さあるんですけど、こっちがないので、遠心力全然かかんないんですね。で、まあ、リバウンドも普通のドラムよりもかなり弱いので、練習パッドでドラムに近い状況で練習するっていうよりは、ムーンジェルパッドとか枕とか叩いて、ちょっとこう、筋肉を温めるみたいな雰囲気で使うのがいいかと思います。はい、お次はですね、二つ目になるんですけど、これですね、レギュラーグリップでないとちょっと厳しいかなと思う方法なんですけど、今回はこれはちょっと音を出せる場合ですね、多少はまあ生のドラムを叩くにはうるさいけどパタパタする音ぐらいは出せるっていう場合ですね、ライブの本番前のウォームアップとかしたいけど、その時に練習パッドをわざわざ家から持っていくのってめんどくさいじゃないですか。もっと言うと練習パッドを取り付ける台とかですね、スタンド、それも持っていくとなるともう本当荷物が増えちゃって嫌なんで、それを解消するために考えた僕のアイデアがこれです。まずですね、この左足を持ち上げて、ちょっと行儀が良くないんですけど、右の膝の上に乗っけます。で、この足首の角度ですねをちょっとこっち向きに、こっからこうこっち向きにしてあげるんです。自分からこの底が、靴の底面が見えるような感じですね。そうするとちょうどこう角度的にはこっち向きの角度になるんですね。で、これっていうのがレギュラーグリップでスティックを持った時にちょうど出してくるところなんですね。まあマーチングのこのレギュラーグリップが生まれた元々のスネアの打面がこういう形だったんで、まあぴったりきて当たり前という感じ。それでいて、まあ自分の靴の裏なんで、こう練習パッドとかってやっぱスタンド持たずに持ってきて、こうちっちゃいやつとかこの辺に置いておくとパタパタやってると移動しちゃったりとかあるんですね。それが全然ない。完全固定されてる状態で叩けるっていう。まあちょっと頑張って足首をさらにグーッとこうやってやればマッチドグリップでも問題なくいけるっちゃいけるんですけど、これちょっとね10分15分やってるとね、この辺の筋肉がかなり張ってくるので、まあどちらかというとレギュラーグリップ向きかなと思います。はい、というわけで本日はですね、ウォームアップ方法を2種類ご紹介してみました。いかがだったでしょうか。もし面白いなと思ってくださった方はですね、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あとツイッターとインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。